ドンカルロ、ドンカルロ、ドン、カルロは、ジュゼッペ・ベルディ作曲によるオペラ。パリ・オペラザの依頼により、1865年から1866年にかけて、作曲、前後幕のオペラとして1867年3月に、オペラザにて初演した、フランス語では、ドン・カルロス・ドン、カーロス。ベルディの23作目のオペラ、ベルディの創作期間の中では、 中期の作品に分類される。原作は、フリードリヒ・ホンシラー作の儀曲、スペイン王子ドン・カルロス、1787年作。16世紀のスペインを舞台に、スペイン国王フィリッポ2世、バス、実在のスペイン国王フェリッペ2世と、若き王妃エリザベッタ、ソプラの、スペイン王子ドン・カルロ、テノール、王子の親友ロドリーゴ公爵、 バリトン、王子を愛する女官エボリ公女、メゾソプラのカトリック教会の権力者、宗教裁判長、バス立ちた際な登場人物が繰り広げる愛と政治を、めぐるくずを壮大で重厚な音楽によって描いている。役名はイタリア語版による。フランス語版では、それぞれフィリップ、エリザベート、ドン・カルロス、ロドリーグ、エボリ、フランスのグランドオペラの形式で書かれたこともあり。 設定が大規模で充実した出演者を多数必要とする。そのため、現代では、採算上の問題から祝祭的な時期などでなければ、上演が難しく、ベルディの他作品に比べて、上演機会は多くないが、重厚な音楽によって、ベルディ中期の傑作として高く評価されている。オリジナルは、無論、フランス語だが、初演の同年6月、 ロンドンでイタリア語による初演が行われて成功し、また、同年10月には、ボローニャで、イタリア初演となってこちらも成功。その後もたびたび、イタリア語で上演され、その際ヴェルディも再三にわたって、曲を改訂して、より上質な上演を目指してきたため、現在ではイタリア語版、ドンカルロの方が多く上演される。訂正歌手の活躍する歌劇として知られ、大名役はテノールだが、 フィリッポやロドリーゴ、エボリには南極ながら魅力的なアリアや深く内面を語る音楽が与えられていて、訂正歌手たちの演唱の充実ぶりが上演全体の成否に大きく関わっており、それぞれの役はイタリアオペラをレパートリーとする訂正歌手にとって目標ともなる大役である。このオペラにおいては2つの公的な対立といくつかの個人的葛藤によって構成されている。 一つ目の対立は、宗教界における旧教と新教の対立であり、スペインは、カトリック教の有力な勢力であるのフィリッポ二世と、大審問官、宗教裁判長がこれに当たる。一方、フランドル地方は、新教徒が多く、ポーザ公ロドリーゴとドンカルロがこちらの代表となる。この宗教対立は、当時のフランスでは、マイアベアのヨグノー教と、預言者や、 ジャック・アレビのユダヤの女などで好んで取り上げられ、いずれもヒットしていた。二つ目の対立は、政治権力、フィリッポ二世と宗教権力、宗教裁判長だが、当時の状況では、後者の方が明らかに強かったことがわかる。個人的葛藤は、カルロとエリザベッタの宿命的恋、エボリ公女の嫉妬、フィリッポ二世の妻との不仲、フィリッポ二世とエボリ公女の不倫、 カルロとロドリーゴの友情である。こういった個人的葛藤が重々しく展開される。この点では、オテロと双癖だが、オテロでは彼個人の問題として進行するが、ドン・カルロでは主役たち全員が異なった対象と、苦闘し、男性は英雄として挫折し、女性は愛のために身を滅ぼしていくのである。1865年のオペラ座からの依頼は、1867年に、 パリ開催が決定していた万国博覧会に合わせて上演するためのグランドオペラであった。オペラ座の運営方法などに不満を持っていたベルディは最初申し出を断ったが、オペラ座総監督エミール・ペラン1864年総監督就任はベルディに様々な題材を辛抱強く提供して作曲を見、結局ベルディはペランが候補に挙げていた一つ、 ドン・カルロスの作曲に同意、1866年6月までの完成という条件で契約に応じた。ベルディはすでに1847年にイエル・サレム、十字軍のロンバルディア人の改訂版、1855年にシチリア島の夕べの祈りをそれぞれオペラ座の依頼によって作曲していたが、いずれの作品も決定的な成功には至っておらず。 パリでの決定的な成功を望んだ、ベルディの思いも、この契約には関わっていたと思われる。台本は、ベテラン作家フランソワ・ジョセフ・メリーが手掛けることに決まったが、メリは着手直後に病死してしまい、メリの秘書で、義理の息子でもあったカミーユ・ユデュ・ロクル、1832年から1903年が後を引き継いで台本を、完成させた。台本完成後、ベルディは、 自宅で作曲に励んだが、喉の病気の悪化などで完成が遅れて、契約での期限に間に合わず、結局全曲の完成は1866年12月であった。その後、初演に先立って、当時上演時間が約4時間に及ぶことが分かり、長すぎるということで、結局ベルディは約20分の音楽をカットしている。これらの出来事を経て、 ドン・カルロスは1867年3月11日、フランス皇帝ナポレオン三世夫妻を迎え、オペラ座にて初演を迎えたのだったが、ウジェニー皇后、スペイン出身、熱心なカトリック信者と伝えられるがないように、不快感を示して、途中で席を立ってしまったこともあり、初演は失敗に終わってしまい、この作品でもベルギーがパリでの決定的成功を得ることはなわなかった。 ベルディがこの歌劇の作曲者として評価されるのは3ヶ月後のロンドン上演の成功まで待たねばならなかった。主な版は以上のようになっており、現在の上演の際によく用いられるのは2、5、6の版。最後の版は除幕がないのでオーケストラの倍になるギャラ対策で3時間15分以内になり、中規模の歌劇場でもよく演奏される。 いくつかの番を組み合わせての上演も行われているため、どの番も決定版としては位置づけられない状態と言えるかもしれないイ。イタリア語による上演が一般的だが、この作品の当初作曲家が意図したものは、どのようなものなのかという芸術的興味は尽きるものではないであろう。特に作品が傑作であれば、なおさらなのではないだろうか。このような背景もあり、時折、フランス語による ドン・カルロスの上演が行われる。近年は特に19世紀のフランスにおいてイタリア人の作曲家がフランス語で作曲したグランドオペラのソエミや復活上演が目立ってきている。例えばロッシーニのギオムテル1829年やドニゼッティの1840年などが代表的だがその中にはベルディのシチリアの番章も含まれている。また、 マイアベアやアレビなどのグランドオペラの近年のリバイバルという側面とも同期していると見ることもできる。20世紀以降の重要な上演は次のような流れとなっている。フランス語版、ドン・カルロスは中規模以下の歌劇場には上演が難しいものと考えられる。しかし、このオペラの原初のスタイルは歴史的素材を扱った壮大なグランドオペラであるのでイタリアオペラであることの他に、 こうした側面もこの傑作の持つ多様な魅力と考えられるのではないだろうか。合唱、フランドルの使者、裁判員、兵士、修道士など、上演によって、バレエ団 BR、1867年後による舞台、16世紀半ば、第一幕はフランス、それ以降の幕はスペインへ移る、フォンテンブローの森、 フォンテンブローの森の中、実節は冬。遠くに宮殿が見える。舞台右に手に大きな岩があり、避難所のようになっている。木こりたち、妻たち、子供たち幾人かは切り倒した菓子の木を小さく切ってる。彼らは合唱で、冬は長く、生活は厳しい、パンは高い、戦争は何時終わるのだと球場を嘆いている。今日は王室の狩りの日。 舞台裏からのファンファーレと獲物を追って走り回る、カリードたちの叫びと共に、フランス王女エリザベートが現れる。カリードたちはキコリたちに獲物を与えると去っていく。この光景を、スペインの皇太子ドンカルロスが、物陰から伺っている。ドンカルロスは身分を隠して、婚約者のエリザベートを、一目見たいがために、この森に潜入したのだった。 この時エリザベートは戦争で貧困に苦しむ民衆の姿を見る。カルロスはこの時初めて婚約者を見て、アリア、あの人を見ておった愛情を吐露する。エリザベートの後を追っていると、火の一行は道に迷ってしまう。角笛が夜を告げると、カルロスはエリザベート及び故障のティボーと対面する。カルロスは、スペインの大使のズインである名乗り、助けを申し出る。 故障のティボーがさらなる助けを求めて立ち去ると二重唱一体何をしているのですかを歌う。エリザベートが自分の婚約者、カルロス王子について、必要に質問をしていくうちに感情が高ぶっていく。カルロスはついに王妃に王子の肖像を見せるや、いなや即座に彼こそが王子そのものと分かったエリザベートは喜び、将来の夫に愛の告白をして、カバレッタ風の二重唱。 胸を刺すような、激しい思いにで激しく高揚する。この二人の歌う旋律は二人の愛の象徴として、前編において回想される。この喜びもつかの間、突然祝報がとどろき渡り、愛を囁き合っている二人のところへ、故障のティボーが伝令に来て、フランス王アンリ二世はエリザベートが、王子ドン・カルロスの結婚相手ではなく、スペインのフィリップ二世の王妃に決定したと知らせる。 これにより、スペインとフランスとの戦争が終結し和平が実現することになると伝えたのだった。皇太子妃になるはずが王妃に変更されたので、エリザベートは驚愕し、悲観に暮れながら、アリア、王、祭りと歓喜の歌よを歌う。一方、舞台裏では歓喜の合唱が待機される。レルマ伯爵が現れ、結婚の承諾を求める。国家の決定には逆らう術もない。 人々の歓喜の祝福の合唱とは裏腹に、エリザベートは落胆し、カルロスは、自らの呪わしい運命に打ちひしがれるのだった。サンジュスと修道院の回廊、四本のホルンによる荘厳な導入部に、舞台裏の合唱が歌うカール五世の創創歌、カール五世、神聖なる皇帝はが流れる。裏に墓があり、修道僧たちが祈りを捧げている。すると、 祈っていた修道像の一人が近づいてきて、カール五世は、存在さと愚かさの罪を犯したと呟く。どん底に落とされたカルロスが、心の安らぎを求めて入ってくる。息子よ、地上の悩みは、と早朝に吟じる。この神聖な場所にも、属性の苦しみが押し寄せていることをカルロスに、示唆するのだった。その声がカルロスに、祖父カール五世を思い起こさせるのだった。 すると宮廷での唯一の理解者で親友の、坊座公爵ロドリーグがやってくる。敷いたげられているフランドルの民を救うため、気持ちを切り替えるようにとありや、私は、フランドルにいましたを歌い、カルロスを奮い立たせる。カルロスも、我が仲間、我が友よを熱く歌い、新しい道に踏み出す決心をする。フランドルは、新京都が多いために、カトリック教のスペインは、 弾圧を続けていたのだった。不応の日になってしまったエリザベートへの愛に苦しむ、彼に罪深い恋を告白する。ロドリーグも我が友よを介して歌い、戦いに加わることで愛の苦悩を忘れることを忠告する。二人は義兄弟のちぎりを結び、二重章神よ、あなたは我々の胸にと誓い合う。その間に、王フィリップ二世と王妃エリザベートが中庭を通り抜け、 修道院へと入っていく。修道院の前提修道院に入ることを許されていない月人の女官たちが修道院の前提に集まっている。その中に美しさが際立つエボリ公女の楽しそうな姿も見受けられる。エボリ公女の密かにカルロス王子を慕っている。女性が師匠が葉の生い茂った木の下でを歌う。ここでマンドリンに合わせてエボリ公女によって歌われる。 ムーア人のベールの歌としてありな曲、妖精たちグラナダの王様たちの宮殿で、美しいサラセンの宮殿の庭に、は、装飾音符が多く、カデンツァがある南極。途中から、故障でバルトとの二重章となり、女官たちの合唱も加わり華やかなコンチェルタートとなる。ロドリーゴに出会い、母親からの手紙を受け取るが、一緒にカルロの手紙もこっそり手渡される。 その手紙にはロドリーグを信頼するようにと書かれている。エリザベートが登場すると助官たちも静まる。そこへロドリーグが配液を求めて使いを伴ってくる。彼はフランス王室の母君からの手紙と一緒にこっそりとカルロスからの書状を添えて手渡す。その手紙にはロドリーグを信頼するようにと書かれている。ロドリーグはエボリ公女と宮廷風の挨拶と会話を交わしながら エリザベートが手紙を読むのを待っている。手紙を読み不安に苛まれる王妃にロドリーグは静かにカンタービレのロマンス、我らの希望であるカルロス王子はお訴えだし、カルロスが父に願いを聞き入れられず苦しみ新しい母に会いたがっていることを伝える。彼女は過去を思い出して悲しみに浸るのだが、傍らで聞いていたエボリ公女はカルロスが自分への愛に苦しんでいると勝手に、 勘違いする。ロドリーグとエボリ公女が付き人たちと共に立ち去ると、王妃の前にカルロスが現れる。カルロスは王妃に自分をフランドルへ派遣するよう、王フィリップ2世に取り計らってほしいと懇願し、二重唱、女王様のご恩情を頂戴したく、となる。しかし、ほどなく、対話は愛の告白に変わる。エリザベートはアリア、私の足元で歌い、彼女の愛情を伝える。 我に帰ったエリザベートはカルロスを遮り、二人が結ばれることは不可能だという。カルロスは芝生の上で気を失うが、やがて悲しみに打ちひしがれて立ち去り、一人になった王妃は泣き崩れ、神に助けを請う。突然王が姿を見せ、王妃から離れた角で女官のアランベール伯爵夫人に、病町フランスへ帰るよう言い渡す。 出発する女官に、エリザベートは優しい言葉で泣き出す夫人に、別れの挨拶をする、ロマンス、泣かないで、私の友よ。王は、ロドリーグにその場に残る、よう合図する。なぜ帰国後に一度も挨拶に来ないのかと正す。ロドリーグは、フランドルの救いがたいほどの状況を説明するが、王は冷酷にも政治による支配が必要だと答える。だが、ロドリグは、それに明確に反対し、 フランドルには解放が必要であると率直に本音を向上する。王に追従するばかりの取り巻きの帝臣たちとは、心底誠実な彼の提言に驚くが、それでも、ロドリーグに対する信頼を抱く。一方で、大臣門官の恐ろしい権力のことを思い出させ、大臣門官には注意するようにと警告する。フィリップ二世は、王妃と皇太子の仲が怪しいので、 王妃への液見の自由を与えるから、その中を探るようにと命令する。ロドリーグは、喜んで引き受け、二重賞、陛下、私は、フランドルから参りましたで結ぶ。噴水のある王宮の庭園、祝典の行事が続いている。翌日には、フィリップ二世の戴冠式が執り行われることになって、いるのである。 エキゾチックな思考を凝らした音楽が展開される。カスタネットに合わせて合唱が、なんて、たくさんの花々、なんて、たくさんの星たちを歌う。エリザベートとエボリ工場を伴ってやってくる。エリザベートは、祝典の行事に閉駅し、仮面を交換し、場を立ち去る。王妃の舞踏会、ラペレグリーナ海で最も見事な心情やドス魔法の洞窟を見つけた漁師の逸話が踊られる。 15分程度の曲だが、バレエ部分はカットされることが通例であり、これらを耳にする機会はなかなかない。ラペレグリーナは16世紀からスペインの王室に所有されていた由一書ある真珠のこと。エリザベートからの愛引きの手紙と信じて、カルロスはいそいそとやってくる。エボリが入ってくるが、エリザベートのマスクをつけている。それとは知らず彼は愛を告白してしまう。 カルロスはベールを取って人違いだと誤解に気づくが、動揺を隠せない。エボリ公女は最初、彼の困惑の理由を取り違え、なだめようとしロドリーグと国王が密会して、皇太子のことを話していたと告げる。しかし、エボリ公女は、間もなく、カルロスと王妃の関係を理解し、激しい嫉妬に駆られて、仕返しを決意する。ロドリーグが間に入って、 友人カルロスを弁護し、エボリ公女と脅すが、効き目はない、見えしょう。私の怒りを逃れても無駄です。危険を察知したロドリーグはカルロスに、フランドルからの文書を渡すに促す。バリアドリッドの大聖堂の前にある、大きな広場は民衆が集まっており、国王を称える、大合唱、歓喜に溢れたこの幸福な日にが聞かれる。早々曲が鳴り響く中、 宗教裁判所で有罪とされた異端者を家計台に連行する修道像がやってくる。聖堂の扉が開かれ、王と帝臣たちが入場すると王が異端者の処刑を宣告する。するとも服を着て現れたカルロスに先導された6人のフランドルの代表団が王の前に比例不死、祖国への正義を求め抑圧されているフランドルの民にお慈悲をと願う。 だが王は彼らを反逆者と決めつけ、皇太子の介入を叱責する。するとカルロスは剣を抜いて、フランドルの救済を宣言する。この無礼な振る舞いに、王は不敬罪に当たるとし、息子の武器を取り上げるよう命じるが、スペインの大公たちは、ドン・カルロスの前におじけづき誰も王子に近づこうと、しない。ロドリーグが間に入り、かろうじて直接の決闘は避けられる。だが、ロドリが、 彼に剣を差し出せと求める。カルロスは一瞬驚くが、おとなしく剣を渡す。ロドリーグは剣を王に差し出す。その場で王はロドリーグに公爵の位を授ける。王は火の手を取って退場する。帝臣たちも港に続く。彼らは火炙りを見るため見物席に着くと遠くに炎の輝きが見える。冒頭の合唱が壮大に再現される。 天井からは救済の声が聞こえるのだった。マドリードの王宮の王の書斎、日に一度も愛されたことがなく、今や息子にも裏切られた国王は、王として生きることの苦難について瞑想し、孤独に、ありや、一人寂しく眠ろうを歌い悲しみとろする。感情的な疎外感からの自己憐憫、弦楽器による必要な恩恵の繰り返しを伴い、 彼女は私を愛したことがないという激しい感情の、発露で頂点に達するアリオソカラシについての、暗淡たる瞑想で、自らの権力についての再認識し、最後には、感情の高揚で集結するアリアとなっている。そこへ、盲目の大審問官が現れ、二重賞、私は王の御前にいるのかとなり、皇太子を死刑に処するよう求める。そして大審問官は、 進歩的な理想主義を掲げるロドリーグこそ、本当の異端者だといいその命を要求する。だが王は忠実な家臣の命は差し上げられぬと答えるので、大臣門官は怒って私は王でさえ裁判所に引き出すことができるのだと言って、そのまま総員へ戻る。ここで二人のバスシュ、政治権力と宗教権力の代表同士によって、権力闘争が繰り広げられる。 そこへ突然王妃エリザベートが来て、宝石箱の一つを盗まれたと駆け込んでくる。王妃の知らぬ間に、エボリ公女が王に渡していたのだが、その中にはカルロスの肖像画がしまわれていた。王が宝石箱はここにあると言い,い、そこにカルロスの肖像が入っているのを示し、王妃の不倫を質問する。彼女は決して自分は汚れていないと反論するが、王は聞き入れようとはしない。 彼女はその場に失神し、急を聞いて、エボリとロドリーグが駆けつける。二人の解放で、王妃は意識を取り戻し、王はロドリーグを従いて退場する。すると、エボリは王妃にカルロスを愛するあまりの嫉妬から宝石箱を盗み出したと告白し、また国王に誘惑されて、不倫の関係になったことも白状する。王妃はエボリ公女にこの国を離れるか、 修道院へ行くように行って立ち去る。エボリは嫉妬と美貌の思い上がりから、こんな結果になったと、アリア、のロわしき美貌を歌う。ドン・カルロスの牢獄、奥には鉄格子があって、牢と万兵たちが行き来している中庭と隔てている。カルロスは頭を両手で抱えて、物思いにふけりながら座っている。ロドリーグが入ってきて、牢板と言葉を交わす。 その動きは、無双にふけっているドンカルロスを現実に引き戻す。ロドリーグは皇太子を救出するために、自分が悪者になり、カルロスには、何の罪もないと手紙を書いて、裏切りの証拠を、ロドリーグが、故意に残しておいて、国王の目に触れるよう仕組んだのだった。そして、フランドルの民を皇太子が救ってくれるよう託して、彼自身は死ぬ決意をしている。ロマンス。 私の最後の日が歌われる。その時銃声が聞こえロドリーグは倒れ、すべては王妃に託してあると知らせる。ヒナー銃で肩を打たれ、瀕死のロドリーグは二番目のロマンス、私は満ち足りて死んでいきますを歌い、最後の息のうちにカルロスに別れを告げる。そして彼女がサンジュストの修道院で待っているという。そこへやってきた王は皇太子を許して剣を返す。 これに続く、ロドリーグの泣きを前に、フィリップ二世が、ただ一人の英雄を失ってしまったと悲痛なアリアを歌う。レクイエムの、ラクリモーサ、涙ながらの火の旋律が奏でられているとは興味深い。すると、皇太子の解放を求めて、民衆が暴徒化して城内に流れ込んでくる。このシーンの間に、一人の故障が入ってきて、群衆の間をすり抜けて、カルロスに近づき、 彼の肩にマントを投げるが、この故障はエボリであった。この騒ぎは、エボリ公女が、カルロスの命を救うために民衆を煽ったものだった。すると大神門官が登場して、神を守る国王を敬うよう厳かに命令すると、全員がひれ伏して、国王を称えるのだった。大神門官はひざまずいた民衆のただ中で王に会う、ために近寄ってくる。エボリが王妃の足元に身を投げ出すと、 王妃は、許しの証としてその手を彼女に差し伸べるのだった。3. ジュストの修道院よる月明かり。エリザベートが、ゆっくりと、物思いにふけりながら登場。彼女は、カール五世の墓に近づいてひざまずく。皇太子を待つ王妃は、杉し日のフォンテンブローの森の思い出を懐かしむと、エリザベートに、少女時代の喜びとカルロスへの愛が蘇り、アリア。 世の虚しさを知る神よを歌う。彼にロドリーグの遺言を伝え、新しい人生を歩ませるようとする。再会した恋人たちは、最後の別れを告げる。美しい夢を見ましたで、王子はスペインを捨てて、フランドルへ行き、自由のために戦うのだと伝える。続く二重章は、天国で会いましょうとなり、別れをお互いに確認する。そして天国で再会することを約束し、 別れの悲しみを歌い上げ、永遠に、さらばと二重章になる。その場に、フィリップ、大審問官及び審問所の役人たちが入ってきて、二人を逮捕するよ兵兵に命令する。カルロスは身を守りつつ、カール五世の墓の方に戻っていくと、扉が開き、修道士が現れる。カルロスを彼の腕の中に引き寄せマントで覆い隠すと、カルロスを墓の中に引き入れる。 エリザベートはそこへ倒れ、人々が驚愕するうちに幕が下りる。ピッコロ、フルート2、オーボエ2、コーラングレ、クラリネット2、ファゴット4、ホルン4、コルネット2、トランペット2、トロンボーン3、オフィクレード、チューバ、ティンパニ、オーダイコ、シンバル、トライアングル、ハープ、弦ゴ部。バンダ、クラリネット3、フリューゲルホルン2、ホルン4、バスフリューゲルホルン。 トランペットに、トロンボーンに、バスチューバ。作曲者が、生前全く聴けなかったフランス語語幕原点版が4時間5分。作曲者が立ち会ったフランス語語幕初演版が3時間25分。イタリア語版1886年のイタリア語語幕版が3時間25分。大一幕を除いた全4幕版が2時間50分。昔のドイツ語版もイタリア語版の演奏時間に、 ジュンズルがさらに無数のカットの形がある。イタリア語版は多数あり、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。